ズモンスタージョン TV 始まりました。モンスタージョン TV、 今回は皆さんお待ちかねの恋愛編でございます。ワンピースって意外とこことここ仲いいよね、もしかしたらこれワンチャンっていうのがねちょくちょくあるんですよ。それこそ分かりやすく言うのであればビビとコウサ、ここって誰から見てもまあ後にはね結婚するのかななんてねこう思ったりするところもありますよね。それ以外にもシャッキーとレイリーだったりとか、そういったフラグというかそこに関してはもう出来上がってるよねっていう感じはするんだけど、わからないけどね。なので今回はそういったワンピース関連の恋愛トークをみんなとしていきたいなと思います。まずはじめにロビンとフランキー、ここが実は結構いい感じなんじゃないかなと僕は思います。え、嘘、ロビンとフランキーって思うかもしれないけど、意外とここってめちゃくちゃ合ってるんだよね。例えばだけど、まあもちろんねフランキーも人生ねすごい苦労してきたところではありますが、ロビンはね特にまた暗い人生をちょっとね送ってきたのかなと思います。もう8歳でいきなりね懸賞金かけられて誰も信用できないっていうのをね何年も続けてきた、もう本当にね、もう壮絶な人生を送ってきた女の子だと思うんですけど、そこにフランキーのあの明るさですよ。あの明るさはニコロビンにとっての太陽な感じになるんじゃないかなと僕は思うんですよ。人間って結構ね正反対の人を好きになったりするようなところもあると思うんだけど、まさにロビンとフランキーっていうのはそれっぽいのかなと僕は思います。そしてねただただフランキーは明るいだけじゃないんですよ。彼結構頭いいですからね。そこからしてもロビンと結構合うんじゃないかなと思います。ちょくちょくねロビンとフランキーの絡みはちょっとねおって気になるようなところもあるんですよ。あえて言うのであればニコロビンはすでにフランキーのおちんちんをねもううんってもう掴んでますからね。男性の胃袋を掴むのはねもう鉄則だみたいな感じで言うところもありますけど、すでにもうチンチンをもう掴んでますからニコロビンは。ワンチャンね、まあそういったところもありき。そしてパンクハザードではフランキーやニコロビン、ルフィとかね捕まったシーンがあるんですよ。そこでなんとねニコロビンはフランキーに膝枕をしてるんですよ。これはね結構貴重な絵なのかなと思います。もうここまで来るとね私としてはここ2人はなんかもう思いっきり仲良くなってほしいなっていう風に思います。そしてルフィとハンコック、まあ今としてはねハンコックがめちゃくちゃアプローチをしておりますが、ルフィはそれを全部もうねぶった切っております。まあまあ僕のね普段の考察で言うのであれば1個フラグが出たらねもうそれはワンチャンじゃねえのとかで、あとはルフィがもうバッサリ切ってるので結婚はしねえぞって言ってるから、まあまあまあハンコックとの線はまあ切れるのかなっていう見方もできなくもないですが、今は結婚はしねえぞと俺は取りたい。俺はねワンピースの中で本当ね一番好きなのってハンコックなんですよ。もうね最高だなと思います。そことルフィがもうできてくれれば一番嬉しいなっていうね、もう願望ですよね。もうねハンコックにはもう頑張ってほしい。もうなんとかルフィとね結婚してほしい。なんかそういったね、アフターストーリー的なものもね、なんか見てみたいななんて思います。そしてサンジとプリン、ここもねなんかもしかしたら後にあるんじゃないかなって思うところもあります。もろもろの流れがあって一度はもう結婚をするっていうところまで行ってるじゃないですか。で最初はプリンとしてはねサンジを敵に見てたんだけど、プリンも次第にそれが変わっていって最終的にはサンジを好きになってるわけですよ。描写としてはあれはキスをしたね、サンジとキスをしてそこからのメモリを抜いちゃうと、
あれはね、もう本当にね、もうこっちまでね、涙するようなすごい展開でしたけども、ただメモリーを抜いても記憶がね、そこのところがバッサリっていう風になってますけど、ただ果たして本当にそれで終わるのかなと、もしかしたら後にプリンとサンジがいい感じになるのかななんて僕は思ってるんですよね。同じようにお菓子作りがね、得意だったりとか、まあ料理に関してね、二人は合うのかなと思うので、もしかしたら後々そういった展開もあってほしいです。これまた願望でございます。もうね、あって、もうなんならあってっていう風に僕は思います。プリンもね、可愛いよね。そしてペローナとゾロ、ここはね結構合うのかなと思います。ゾロがあれだけねもう方向音痴だったりするんで、まあそれは他の面にもね、言えるところはあると思いますけど、そこのサポートをちょうどしてくれるのがペローナなのかなと僕は思います。もうねちょうどいいカップルだなって僕は思うんですよ。だからこそここは仲良くなってほしいななんて僕は思います。他の味方的にはタシギとワンちゃん仲良くなるんじゃないのって言ったね線もあると思いますが、まあもう個人的にだよね、個人的にはペローナとなんかうまくいってほしいなって思うところはあります。っていうかね、多分ねゾロとしてタシギは無理だと思いますよ。すでにやっぱり面影があるわけでさ、クイナの果たしてゾロがその面影のあるタシギとまあ結婚だよねできるのかって言ったらちょっと難しいのかなとは思いますけどね。常にやっぱり辛い記憶が戻ってくるわけなんで、そういったところも考えるとやはりペローナの線がワンチャンあるんじゃないかなと思います。だけどもしもペローナがうわーやじゃークマシーがいいみたいな感じになってしまったらゾロは独り者になっちゃいますね。そしてサンジがもしもまたねプリンと会う前にあのオカマたちと会っちゃった場合、またねサンジが落ちちゃうかもしれないね。オカマサイドに一回落ちてますからね。落ちたな。っていうか僕思うにサンジはワンチャンねオカマ街道行けるんじゃねえのなんて思うところもあります。だって一瞬で落ちてますからね、まさにオカマ街道に落ちたなっていうところでね、もしかしたらサンジはオカマ街道へ、そして余り物のゾリ、いやいやゾロと一緒にオンヤンズイやりますね。可能性はあるんじゃないでしょうか。信じるか信じないかは私は信じたくない、あなた次第です。ごめん、これはねくだらなすぎる。ちょっとこれはもう飛ばそうね、もうこれはちょっと忘れてください。まあそういった可能性もビレゾンっていうところとして、話は変わってスモーカーとヒナ、ここはね実は扉絵でもそういったフラグとしてまあ出てるんだよね。一緒にバーに行くところ、私服っていうのがまたいいよね。なんかワンピースのキャラクターの私服が見れるとまた結構楽しいななんて思うところはありますよね。それがまさかの私服プラス一緒に言うならだってこれデートっていう風にも取れますからね。だから一緒にヒナとスモーカーがそういう風にバーに行ってるっていうのは結構僕としては胸熱な展開だなっていう風に思います。あそこは同期なのかな、年も近いような感じがしますよね。もしかしたらワンピースの例えばだけど、じゃあ最終回後の話、それこそじゃあ数年後とかっていう風に描写が変わった時にそういう言ったね素敵なシーンもね、みんなの素敵なシーンも見れるかもしれないですよね。早くそこら辺も見たいなと思うところもあり、できれば最終回は来てほしくないなと思うところもありき、願うならもうボルトみたいにね、もう数年後の話でなんかもう新しく作品を作ってほしいですよ。もうワンピースが終わったらもう次ツーピースとかスリーピースでもどんどん、スリーピースはなんか内容変わってくるな、ドラマか、まあそんな感じでも続けてほしいですよ。小田さんよろしくお願いします。そして鉄板ではありますけどウソップとカヤ、ここはね、もう誰が見ても絶対にね、今後何かあるんじゃないかなと僕は思います。
カヤがね、もうすでにウソップのために勉強をしてね、いつでも傷ついた時に帰ってきていいようにってことで、言うならね、もう修行をしてるわけですよ。これはね、きっとウソップが戻ってきたタイミングで結婚とかしてくれるんじゃないかななんて僕は思います。そういった目線でもね、ワンピースを見ていくと結構ね、また楽しくなってくるんですよね。個人的には特にまあこの中でもね、今可能性が高いのはロビンとフランキーっていう風に僕は見ております。信じるか信じないかはあなた次第です。それではぜひともグッドボタンとチャンネル登録お忘れなく。通知ボタンもあるからね、これ通知ボタン押してくれればいち早くみんなに動画届きますから、ぜひともそこら辺も押してくれたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!